2週間で減量が期待できる15の簡単な方法。仕事のストレスやジャンクフードの食べ過ぎ、そして睡眠不足は理想の体型になるどころか事態を悪化させてしまいます。でも体重減少に有効なのは厳しい食事制限や激しい運動だけではないんです。なんと実はたったの2週間で減量が期待できる方法があります。今回のビデオではお腹の脂肪をしっかり取り除く15のコツを紹介します。今回紹介するコツ、ほとんどの人は初耳かもしれません。始めていく前にチャンネル登録のボタンを押して通知をオンにしていただけると嬉しいです。これでブライトサイドの大切な情報も見逃さずに済みますよ。1. 甘い飲み物は避ける。甘党の人はソーダや何かしらのフルーツジュースが飲みたくなることも多いですよね。でも体重を減らしたいのであれば糖分の依存を改善する必要があります。ハーバード大学公衆衛生大学院栄養学部栄養学科の医師によると、甘い飲み物は太りすぎや肥満の原因になるのだとか。 2. 緑茶を飲む。もっと脂肪を燃やしたい？マーストリヒト大学のマルグリエット・ウェスタータープ・プランテンガ博士によると、緑茶には抗酸化物質のカテキンがたくさん含まれていて、脂肪燃焼能力を高めてくれるそう。 3. 体に悪い食べ物は隠す。体に悪い食べ物に対しては、目に見えないものは忘れるというルールを使いましょう。オハイオ州立大学の科学者が行った実験によると、不健康なお菓子は手に届くときほど欲しくなってしまうそう。この発見はコーネル大学の医師とフィンランド国立技術研究センターによっても繰り返されています。体に悪い食べ物はカウンターの上に置かず、食器棚に入れておきましょう。つまみ食いをしたいときはフルーツなど他に健康的な食べ物を選択してみて。4. 頻繁に歯を磨く。歯磨きは歯をきれいにしてくれるだけではありません。なんと日中に歯を磨くことで体重を落とすことができるんです。カトリック大学校と古陵大学校は1万5000名を含んだある実験をしました。実験の結果、歯を磨くことが体重減少に影響を与えるということが分かったんです。歯磨き粉は口に残った余分な食べ物を取り除き、受容体とのコミュニケーションを止めてくれます。私たちの脳はランチは終わりというシグナルを受け取るんです。 5. もっと笑う。冗談ではありませんよ。誠実な笑いには特に腹部のさまざまな筋肉が使われるので、歩くのと同じくらいエネルギーを使います。ヴァンダービルト大学の研究者が揃えたデータによると、1日10分から15分笑うと10から40キロカロリー消費するそう。お笑い番組をもっと見ると良いかもしれません。そんな番組じゃ思い切り笑えない？であればラフターヨガクラブに参加してみましょう。本当に効果があるんです。現在世界中で6000ものグループが存在します。笑いが一番の薬ですよね。6. もっと水を飲む。水をたっぷり飲むと脂肪燃焼を促してくれるという話は何度も聞いたことがありますよね。本当に？と思う人もいると思いますが、フンボルト大学とドイツの栄養学の施設が研究したそうですよ。研究に参加している人々に2杯なみなみの水を飲んでもらったそう。研究の結果、彼らの代謝は 30% 速くなり、効率も良くなったんです。科学者によると、1日に水を 1.5 リットル飲むと1年でなんと1万7400キロカロリー、およそ2キロも燃焼できるそう。 7.2.5分のルールを守る。このルールを作ったのはコロラド州立大学とコロラド大学アンシュッツメディカルキャンパスの研究者です。彼らはこのルールをスプリントインターバルトレーニングと名付け、毎日の運動に
2.5 分の激しい運動をすることを推奨しています。その効果はトレーニングをしている最中に5秒から30秒の激しい運動、例えばバイクやトレッドミルのスピードを上げるなどをし、4分間休むと代謝が良くなり、プラスで200キロカロリー消費するというもの。激しい運動は脂肪を燃やすために 100% 貢献してくれますよ。 8. 食べる量を少なくして回数を増やす。これは簡単。頻繁に食べることで体に脂肪を蓄積しなくても大丈夫だという信号を送ります。逆に食事をスキップすると反対のシグナルを送ってしまい、食べ過ぎてしまいます。トロント大学の栄養科学科が実施した研究によると、食べる量を少なくして回数を増やすとコレステロールレベルを 15%、 インスリンレベルを約 28% 低下させることができるそう。インスリンは血液中の糖のレベルを制御する重要な役割を果たします。インスリンが少ないとグルコースは脂肪細胞にも筋肉にも到達しません。9. 電子機器の画面から明るいブルーライトを取り除く。もう一つ簡単に代謝を上げる方法があります。それは寝る前に携帯を使うときブルーライトを取り除くということ。専門家によると寝る前にはできる限り電化製品を使わない方が良いそう。とはいえしょうがない時もありますよね。九州大学の生理学人類学科の科学者が実施した研究によると、明るい色は脳を混乱させメラトニンの生産を止めてしまいます。代謝は睡眠パターンや睡眠の量と質に大きく影響します。画面の明るい色調を調整すると睡眠の改善ができますよ。10. カロリーを数えるのをやめる。カロリーは全てが等しいわけではないからこそ、栄養士はカロリーに注目するのをやめ、食品の品質に注意を払うことを勧めています。例えばカロリーの高いハンバーガーは体に悪いですが、カロリーの高いナッツ類は体にいいですよね。野菜、ナッツ、そして種子類は自然で最小限に処理されていて、ダイエット用のヘンテコな粉末よりも有効で健康的な要素を含んでいるんです。これらの食品に体が慣れることによってビタミンやミネラルなどが豊かになり、食欲を満たしてくれます。11. 寝室に冷たい空気を流す。国立糖尿病消化器腎疾病研究所とアメリカ国立衛生研究所によると、室内の温度が低いことで褐色脂肪、いわゆる体を冷えから守る分厚い脂肪に影響を与えるそう。結果、白色脂肪が体内で熱を作ります。研究の被験者は普通、寒い、そして暖かいという室温が異なる部屋で寝ました。寒い部屋で寝て4週間、男性は腹部から大量の白い脂肪を取り除くことができました。さあ、エアコンをつけて寝ましょうか。12. 昼間に寝ない。日中に寝て夜に活動する人々は睡眠時に燃やす脂肪が少ないと科学によって証明されています。コロラド大学のボルダー校の研究者たちは14名の健康的な人々を6日間研究しました。最初の2日間被験者は夜に寝て昼寝をしませんでした。そして睡眠パターンを夜行性にガラッと変えたんです。結果、昼寝をすると体内時計が狂ってしまい代謝が悪くなったそう。夜勤で働いている人は消費するカロリーを50から60キロカロリー減らす方が良いと医師が推奨していますよ。13. 1週間に一度自由に好きなものを食べる。食事のチートデイはプロやアマチュアのスポーツ選手も試しているようですよ。これは1週間に一度決めた食生活を破っても良いということ。普段避けている好きな食べ物を思う存分食べても良いというルールなんです。こうすることによって脳を騙すことができます。日頃の努力が報われるからこそ不健康な食べ物を食べたいと思わなくなるんです。14. ストレスを取り除く。オハイオ州立大学の実施した研究によると、
ストレスは代謝を遅くするそう。もっと言うと、ストレスがあると脂っこいものや甘いもの、そしてしょっぱいものを食べ過ぎる傾向があるんです。科学者はストレスがある時にカロリーの高い食べ物を食べると代謝に影響を与え体重増加につながると言っています。ストレスを感じた時、何が何でも食べ過ぎは避けましょう。15、十分な睡眠をとる。良い睡眠についてもう少しだけ紹介します。しっかり8時間、例えば夜の10時、11時から朝の6時、7時まで寝ると代謝が良くなるんです。また欲しくないお腹の脂肪を取り除くのにも役立ちます。コロンビア大学の助教授マリー・ピエア・セイント・オージュとコロンビア大学メディカルセンターの助教授アリー・シェクターが実施した研究によると、睡眠時間が5時間以下だった被験者は十分な睡眠をとった被験者より体重増加や肥満になりやすいという傾向があったそう。健康を維持するためにあなたはどのようなコツを試していますか？下のコメント欄であなたの体験を教えてください。また高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。友達にもこの動画をシェアしてくださいね。ブライトサイドのチャンネル登録をして人生明るく楽しみましょう。